どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいと思いますということで、今日はフランス映画ですね。ダンサー・イン・パリっていうことで、本作はスパニッシュ・アパートメントや、パリのどこかであなたとなどを手掛けた、セドリック・クラビッシュ監督の最新作となっております。セドリック・クラビッシュ監督、僕のチャンネルでは、2017年の作品、おかえりブルゴーニュへをレビューしてるんですよ。どちらかといえばね、この方の作品ってシネフィル向けのフランス映画を手掛ける、そんな監督さんですよね。主人公はパリオペラ座で、エトワールを目指すバレエダンサーです。バレエ団に属するダンサーには階級があるって皆さんご存知でしたかね。階級は芸術監督に認められると上がっていくんですよ。もちろん階級が上がれば、そのダンサーの待遇も変わります。そのトップがプリンシパル。そのバレエ団の顔となるダンサーですね。その1個下がファーストソリスト。で、さらにその下がソリスト、ファーストアーチスト、アーチストと続きます。ちなみに、パリオペラ座バレエ団では、それぞれの名前の呼び名が違うんですよね。プリンシパルに当たるのがエトワールなんですよ。エトワールはパリオペラ座バレエ団の顔となります。まあ、ジャニーズにおけるキムタク、チャゲアスにおけるアスカみたいなもんですね。なんでチャゲって言うのかな。チャゲ、おいチャゲとかって、アスカ言うんですかね。おいチャゲ、おいチャゲみたいな。なんかいじめられていたんですかね。エトワールの下がプルミエ・ダンスールです。これはね、ファーストソリストにあたりますね。まあ、いわば、エトワールが主役なら、このプルミエは準主役。で、一番下のアーチストにあたるのがカドリーユ。タノキントリオにおける野村義男さんみたいなもんですかね。で、この映画なんですけど、主人公のエリーズは、パリオペラ座バレエ団でエトワールを目指すプルミエ・ダンスールのバレエダンサーです。エトワールを目指して、現在プルミエ・ダンスールですから、上から2番目に位置するバレエダンサーというわけですね。いずれはね、主役になりたいと思っている。彼女は母親の教育方針で、幼少期からバレエ一筋の人生を送ってきました。しかし、公演本番直前に恋人の浮気を目撃しちゃうんですよ。それも舞台の上からね、見ちゃうんですね。その恋人もダンサーで、なんとこともあろうか、他の団員とチュッチュしてるじゃありませんか。いや、どんだけ発情期なんだよって話だけど、それによってエリーズの心は大いにかき乱されます。それが原因で、本番中に着地に失敗して足首を捻挫してしまうんですね。捻挫といってもダンサーにとっては大事です。で、お医者さんからは、2年間は踊れなくなる可能性があると宣告されちゃうんですね。で、エリーズは26歳なんですよ。エトワールを目指す彼女にとって、その2年間の空白はもはや致命的なものです。ああ、もう致命的、いや、もう絶望的だね。といっても、右足の痛みはいかんともしがたく、彼女は戦線離脱を余儀なくされてしまいます。新しい生き方を模索する失意中の彼女ですが、知人の紹介で料理のアシスタントをすることになりました。バレエダンサーから料理の世界ですね。それもアシスタントですね。仕事先はブルターニュにある貸しスタジオなんですよ。ミュージシャンや声楽家やダンサーなど、多くのアーティストがそこのスタジオを利用して作品を創作します。彼女が働き始めると、今をときめくダンスカンパニーがやってきました。エリーズがやってきたクラシカルなダンスとはまるで違う独創的なコンテンポラリーダンスを目の当たりにしたエリーズは、ダンサーとしての血が騒ぎ、彼らに誘われるまま練習に参加することになるんですね。やがて未知なるダンスを踊る喜びと興奮に、新しい自分を
見出していきますみたいな、そんな内容になっておりました。それではこれから詳しくレビューしていきますけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円に対して、それを上限としてこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけたいと思います。映画ダンサーインパリ、評価額はズバリ1500円、終作。はい、ストーリーの前半だけを聞くと主人公に漂う絶望的な悲壮感をイメージしてしまった人も多いかと思うんですけども、でもね、実はそれほど悲壮感を覚えるような作品じゃないんですよね。もちろん彼女は大いに苦悩しているわけなんだけど、気持ちの切り替えが早いというのか、さっさとバレエに見切りをつけて次の人生を模索し始めるんですね。結構ね、諦めがいいというか、あれだけ、全人生をかけて打ち込んでいたバレエをね、さっさと見切りつけちゃうんですよね。すんごくそういう意味では前向きな女性っていうんですか、そんな彼女が友人でバレエ仲間のサブリナの恋人である料理人ロイックの手伝いをすることになります。このサブリナとロイックのカップルもなんだかね、すげえ愉快な人たちなので、エリーズも元気をもらってるというか、やっぱりね、 お友達って大事ですよね。まあ、彼らの存在がね、こうあまり悲壮感を感じさせないっていうのもあるわけなんですけども、こういう人生のピンチに陥った時、心からの親友の存在って大きいですよね。また貸しスタジオのオーナーは足が不自由な、まあ、高齢の女性おばちゃんなんだけど、まあ、後々彼女がですね、エリーズにとって母親的な存在になっていくんですよ。ちなみにエリーズは、もう子供の頃にお母さんを亡くしているわけなんですよね。だから、なんて言うんだろう、バレエを続けてきたのも、亡き母親に捧げるみたいなね、まあ、お母さんの夢を叶えるみたいな思いがあったからこそ今までずっと、バレエを続けてきたわけなんですが、まあ、それも足の捻挫によって、叶わぬ夢となってしまったわけなんですよ。まあ、そういう意味ではね、本当ちょっとね、かわいそうですよね。まあ、誠心誠意もう本当にね、打ち込んでいたわけで、その夢がある、もうひょんなことからね、奪われてしまうっていう、まあ、誰にも起こりうることなんですけど、まあ、実際そういう目に遭うってね、なかなか辛いことだと思います。まあ、そういったね、お友達とか、この貸しスタジオの高齢のおばあちゃんとかね、そういう出会いもこう人生の再生において大きなターニングポイントになりがちですよね。そういう意味でエリーズはとても恵まれているんじゃないかと思いました。そこへもって彼女は、ルックスにもね、恵まれて いるんですよ。だからね、なんだ、ルッキズムって言われるじゃないですか。でもね、そう言われるけども、ルックスに恵まれるってなんだかんだ言って人生における大きなアドバンテージですよね。失意真っ只中のエリーズに3人もの男たちが言い寄ってきます。その3人はね、もちろん下心丸出しのスケベ根性ではなくて、ちゃんと彼女の支えになりたいと思っている、まあ、純情イケメンばかりなんですよ。またこのタイミングでエリーズが働く貸しスタジオに今をときめくダンスカンパニーがやってきます。そろそろ足首の捻挫の痛みも、まあ、若干和らいできて、バレエは無理だけども他のダンスならできなくもないんですよ。特にバレエってね、足首を酷使しますけども、他のダンスは、そうでもないですよね。特に今回やってきた、このカンパニーはいわゆるコンテンポラリーダンスなんですよ。コンテンポラリーダンス、コンテンポラリーっていうのは、まあ、現代的って意味ですよね。サスペリアのリメイク皆さん見ましたかね。サスペリアのリメイクのヒロインもコンテンポラリーダンスのダンサーでしたよね。まあ、なんていうかね、 あとね土屋太鳳ちゃんもね、コンテンポラリーダンスやってたとかなんかで読んだことがあります。
繊細なバレエに対してダイナミックな振り付けがコンテンポラリーダンスの特徴なんですね。前衛的な演出なので、なんかね、見ていると頭のおかしい人たちが暴れているような踊りが、これね、見ていてね、非常にね、これはこれで楽しいんですよ。なんかね、頭おかしいんじゃないのみたいな動きをするんですけど、何気にテクニカル的にも高難易度なんですよね。あの動きはなかなかね、プロのダンサープロ仕込みじゃないとなかなかできるもんじゃありませんよ。そんなエディーズはカンパニーの練習に参加することになって、もともとエトワールを目指していたほどの実力者なので、まあ、すぐにね、そのカンパニーの中で頭角を現してくるわけですよ。そんな彼女を団員たちはすんなりと受け入れてくれる、まあ、大歓迎してくれるわけ で、なおかつ、その中で恋人までできちゃうわけですよね。格式や伝統でがんじがらめだったバレエに対して自由奔放なコンテンポラリーダンスの世界にすっかり魅了されてしまったエディーズは、新しい人生の方向性をそこに見出すわけですよ。ストーリーはまあこんな感じで、言うほどね、大きなドラマは起こらなくて、まあ、どちらかといえば淡々と進んでいくんだけど、ところどころ挟み込まれるダンスシーンはやっぱりね、迫力と見応えがあるんですよ。そんなわけでこの映画は半分はダンスシーンを楽しむ映画でもあるんですね。で、この主人公ヒロインエリーズを演じるマリオン・バルボーって人なんですけども、この人ね、実際にパリオペラ座バレエ団のプルミエダンサーなので、まあ、エリーズと同じ立場なんですよね。エリーズがパリオペラ座バレエ団のプルミエダンサースでしたからね、まあ、要するにエトワールの1個下ですよ。で、この本人もね、演じている本人マリオン・バルボもそうで、さらに彼女はコンテンポラリーダンスも踊るダンサーで、まあ、なんかね、その世界ではかなり有名な人らしいんですよね。で、本作はまさに彼女の魅力で一人で引っ張っていったと言っても過言ではないんですね。本作が彼女にとってのこれ映画初主演なんですよね。今までずっとね、ダンサーとしては活躍してきましたけども、映画は初めてということで、でダンスシーンは一切スタントを使わず彼女自身が演じきっています。まあそりゃそうだよね。彼女より上手いダンサーなんてそうそういませんからね。まあそれでもね、スタント一切使わず、もう彼女がね、全てやってるわけですよ。で、その彼女のダンスシーンはもう本当素晴らしいんですけどね。でもね、それ以上に女優さんとしての魅力にあふれていましたね。顔立ちはね、なんていうかこう日本人好みな可愛らしさがあって、すごいダンサーなのに、こう見た目は案外普通の若い女の子って感じがね、これがいいんですよ。なんかまあ可愛いんだけど、美人すぎるってこともなく、でもなんかこう魅力的、なんかね、普通の女の子って感じなんだけど、踊ったらすごいんですみたいなね。このひとたび踊り出すと豹変するギャップがね、この彼女の魅力じゃないかなと思いましたね。どの世代の若者も自分には無理とか縁がないとか夢を諦めてしまうことが多いですよね。まあ、この人類ずっと続いてきて、まあ、生まれれば必ず皆さん若者の時代を過ごすわけだけど、まあ、どの世代のね、どの時代の若者も結局こう夢を諦めてしまう人って多いじゃないですか。僕も若い時はそうだったし、きっと皆さんもそうでしょ。エリーズは苦悩しながらも自分のやりたいことを模索していって見つけ出すんですね。そしてこれと決めたらその世界に飛び込んでいく、迷いなく飛び込んでいくんですよ。でもね、現実は彼女のようにうまくはいきませんよ。いろんな意味でエリーズは恵まれてますからね。やりたいことも見つかり、応援してくれる人がいて、気持ちを癒してくれる恋人も出てくる。その恋人だって候補者数人から彼女は選べる立場でしたからね。こういうところに嫉妬する人はこの映画は楽しめないかもしれませんね。これと同じ立場や境遇で再起してみろなんていう人が報われないのも
そういう心の狭さにあるかもしれないよ、知らんけど。面白かったのはクラシカルなバレエとコンテンポラリーダンスとの対比ですね。表現方法がこの2つは真逆と言っていいですよ。で、エリーズはその2つともこなしますからね。そしてエンドクレジットでバレエ姿の彼女がバレエをアレンジしたコンテンポラリーダンスを披露するんですけど、これはね、一見の価値があると思います。正直言って僕はダンス全般に興味ない人間なんですけど、そんな僕でも本作のダンスシーンの数々は、いや本当に堪能できた、楽しめましたからね。夢を諦めないという内容ではなくて、さっさと夢に見切りをつけて次の人生を見つける、まあ、そういうストーリーなんですよね。現実的にはそうせざるを得ない人の方が多いことでしょう。でもね、それも決して悪くない。もしかしたら今抱いている夢以上に楽しい素敵な世界が他にあるかもしれませんよね。今思えば僕も一流の歯医者さんになりたくて、まあ、何十年も頑張ってやってきたわけなんだけども、でもね、結局自分の本当の夢ってそこにはなかったわけですよ。自分のやりたいことって歯医者ではなかったってことに、もう結構おっさんになってから気づいたわけですよね。まあ今はミステリー作家という夢を叶えられたのかもしれないけど、でもそれすらも僕にとって本当の夢ではないのかもしれない。今の作家生活だって死ぬまで続くとは、まあ、到底思えないわけで、いずれは次なる人生を模索することになるでしょう。それはもう皆さんにも言えることで、だからこそ人生は楽しいのかもしれない。まあ反面苦しいことにもなるわけだけど、とはいえ今夢を追ってる人たちのことは僕はね、心から応援したいと思ってますよ。僕の周囲にも現在夢を追っている真っ最中の人たち結構たくさんいますけど、彼らはそうでない人たちと比べて明らかに輝いているように、まあ、僕の目から見ると見えますからね。夢をね、諦めるっていうことは決して悪いことではないんですよ。大事なのはその後なんですね。人間は生きていく上で何らかの生きがいが必要だし、それはとても重要なことだと思います。別にそれはね、何だっていいんですよ。まあ、例えば家族と幸せに過ごすことだって生きがいの一つでしょう。まあ内に向くか外に向くかの違いでしかありません。はい、まあそんなわけでね、本作は大きな事件が起こるわけではないので、ダンスシーン以外はフランス映画らしい淡白さをね、もしかしたら感じてしまうかもしれません。だけどフランス映画お得意の人情ドラマが素敵なので、いや退屈することはないんじゃないかな。声を上げて笑えるシーンとかもありましたからね。なんかね、一昔に比べてフランス映画って楽しめる作品が増えましたよね、近年。そして日本人に比べてフランス人っていう人たちはなんかね、やっぱ人生を楽しんでるように見えましたね。日本も本来は楽しもうと思えば楽しめる環境が十分に整っている国だと思うんですけどね。どうなんですかね、日本人。もしかしたらダンスをするという習慣がないから楽しめない、楽しもうという、文化を持たない、持ってない、培われない、もしかしたらそうなのかもしれない。まあ日本人は基本的にダンスをするっていう習慣がないですからね。はい、まあそんなわけでね、このダンサーインパリス、まあおすすめマークを貼るほどでもないんだけども、かなりおすすめに近い、まあおすすめしたい作品ではありますね。おそらくね、これね、まだちょっとチェックしてないんですけど、ヒルマークスの評価はまあ高めなんじゃないかと思います。まあそんなとこですかね。僕のチャンネルでは、まあ、この手の他の映画レビューアーたちがあんまり扱わない単館系ですよね、ミニシアター系の映画なんかも多数紹介していますので、まあ映画ね、メジャーばかりじゃないですから、いやむしろ単館系の方が多いくらいですからね。で案外この
単館系には面白い作品、素敵な作品、傑作がね、転がっております。でこれからですね、あのカンヌ映画祭とかいろんな映画祭、あとまあアカデミー賞ですよね、がありますから、まあ、それに向けて大人向けの映画が多数公開されるはずなんですよ。それはね、やっぱりどうしてもね、特にヨーロッパ系、アジア系の作品っていうのはミニシアターが多いですから、まあ、僕もね、できるだけミニシアター系の映画ですね、紹介したいと思います。まあ、正直ね、YouTube 的にはあんまり良くないというか、再生数が回らないんでね、単館系の映画っていうのは見る人が圧倒的に少ない。それだけ関心を向ける人が少ないんで、まあ、再生数が毎回回らないんですけども、まあ、そうするとね、YouTube の評価も下がってしまうし、チャンネル登録者数とか再生数にね、悪影響していくんですが、まあ、それでもね、僕のチャンネルの一つの矜持として、この手の大人向けのね、作品映画を多数扱って皆さんに紹介していくというスタンスは、変えたくありませんので、ぜひですね、チャンネル登録をして応援していただけると、幸いですというか、とてもね励みになりますので、今後ともよろしくお願いします。昨日もね、ケネス・チェンバレンというキリング・オブ・ケネス・チェンバレンという、ミニシアター系の映画をご紹介しましたけども、まだね、今回ちょっと今週結構たくさん映画を見ているので、まだこれから、いろんなね映画、単館系の映画もご紹介する予定でございますので、ぜひチャンネル登録とチェックのほどよろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。